高知大学でウミガメの研究をしている斉藤智美教授から生態や飼育方法を学ぶことになりました。世界的にも絶滅が危惧されている赤ウミガメ、高知海岸での産卵回数は2013年の88回をピークに減少し、今年は6回と過去最低になっています。早速子どもたちは希少な赤ウミガメの赤ちゃんとご対面。何に使われるでしょうか。孵化して1週間ほどの手のひらに乗る小さな命。子どもたちは食い入るように赤ちゃんガメを見つめていました。ちっちゃくてなんかすごい元気があって、なんか可愛いなって思う。怪我はさせずに元気に育てたいなと。どんな風にこれからお世話したいかな。どんな風にか、可愛がって。可愛がって。4年生は1日1回餌をやり、定期的に甲羅の長さを測ったりして学校の水槽で世話をします。